こういった形で全体をきれいにした方がトータルで見た時に映えますので、足元でもいいのでちょっとした食材があると彩りが見えてきれい、なおかつこういった中国絞り釣りみたいなのもあってもやっぱり映えますよね。どうも、宮です。本日は完璧な玄関の作り方、外交のプロが解説する最強のコーディネート10選というテーマでお話をしていきたいと思います。この動画はですね、今マイホーム計画中だったりとか、外交ね、新築だったりとか、リフォームでもやり替えたいなとか、少しでも良くしたいなって思ってる方、やはり玄関も気になりますし、玄関をね、綺麗にしておかないと、どうしてもね、家だったり外交全体ですね、雰囲気も崩れちゃいますし、毎日手配する部分なので、ここはね、必ずおしゃれに綺麗にしておいてほしいので、今日の動画を押さえておくことによって見た目だけではなく機能面とかね、そういった話もしますので、必ず最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。ということでね、玄関10選ということで、まず1選目からお話をしていきたいんですけれども、今日はね、分かりやすく実例ベースでお話を進めていけたらと思いますので、画面ね、見せながらお話しますね。それでは早速行ってみましょう。まず1選目、フロート階段です。こんな感じですね。皆さん分かりますか？フロート階段って、簡単に言うとへこみ階段ですね。へこみとかへこみとかフロートとか言ったりするんですけど、この玄関の階段見てください。このイメージのままですね。どういった特徴があるかというと、まず浮いているように見えます。なので立体感がある玄関ですね、階段になります。当然玄関っていうと扉だけをイメージしがちなんですけど、それだけじゃなくてやっぱ全体見てねっていう話なんですね。玄関ポーチって言ったりするんですけど、この階段の作り方が非常に大事になっていきます。玄関ポーチもこう言ってちょっと奥行きを出したりとか立体的にすることによってちょっとおしゃれに見えませんか？どっちかというと今結構標準的と言ったら言い過ぎかもしれませんけど、すごく階段をこういう風にフロートへこみ階段にする機会が多くなってます。やっぱりもう主流になってますね。ホテルライクだったりモダン外交だったらもう鉄板のやり方になってます。今ね、ようやく住宅ではこう落とし込まれてきたんですけど、ちょっと前だとホテルとか旅館とかでは当たり前に使われている手法でして、それが外交の方にも落とし込まれていった形になります。で、見てもらうと分かりやすいんですけど、下3段はこれ外交で作ったんですよ。なのでちょっと浮き階段っぽくさせてもらってます。こちらで作ったのね。で、上の2段4段目5段目ですね、これはハウスメーカーさんで作ったのでちょっと内側へこませられなかったという話ですね。もう一度作っちゃったらできないので、なのでこういう風にへこみ階段とかこういう形にしたければ、外交屋さんに直接依頼してもらった方が玄関ポーチ全てですね、こういった形で本当はね、統一して全部凹みにすることもできたりはします。なのでこういう形でね、ミックスにしても別におかしくはないので、ぜひね、皆さん参考にできる方であればしてみてください。近くで見るとね、こういった形になってますので、立体的ですよね。すごく陰影があって綺麗ですよね。なのでこういったね、凹み階段とかもできますので、ぜひね、皆さん少しでも気になる方は取り入れてみてください。続いて2選目、間接照明です。1選目のね、フロート階段の延長の話にはなるんですけれども、ライトアップといえばそれまでなんですけど、もうちょっと玄関にピックアップすると、こういった間接照明を入れることもできます。こんな感じで入れると綺麗だと思いませんか？まあ、この現場に関して言うと全体のライトアップが綺麗なんで、ちょっと間接照明だけにっていう話じゃないのであれなんですけど、こういった形でね、まばらに入れることによって綺麗に演出することもできます。特にフロート階段っていうお話をさっきしたので、であればこういった形で間接照明を入れるとよりね、見た目が綺麗に映えますので、これもね、できます。なのでまさに見てもらったら分かるんですけど、1段目2段目3段目っていうのは外交で作ったので、へこませながら中に間接ライトも埋め込みながら配線を引くことができます。上2段に関してはさっき言ったように凹んでないので、そもそも間接照明入れる隙間がないっていうのと、電気の配線も入ってないので、まあ、どうしようもできないよっていうところなので、このようにですね、下にライトを凹ませる場合は電気配線を持ってきたりとか、 LED バーですね、間接照明用のライトも販売されてますので、こういったものを差し込んでいただけたら綺麗に収めることができます。で、一応ね、高匠さんにこの商品売ってたりします。 LED バーですね、まあ、2m とかで定価で36,500円とかで売ってたりはしますので、これ凹み階段ですけど加工費とか別ですけど、照明単体の値段で見ると、まあ、他のスポットライトとかとそこまで変わらないですね。なので取り入れることができますので、ぜひ覚えておいてください。ちょっとトータルコーディネートの話をすると、へこみ階段の間接照明だけを入れる手も真っ暗だし、綺麗は綺麗なんですけど、ちょっとやっぱりアンバランスというか、下だけ明るくなっちゃうので、こういった形でシンボルツリーのライトアップとかカーポートのダウンライトとか玄関の上ですね、ダウンライトあった方が、視点見てもらうと分かるんですけど、下だけじゃなくて上だったり左右、ちょっと言い方が安直ですけど、こういった形で全体を綺麗にした方がトータルで見た時に映えますので、一点集中じゃなくてライトに関して言うとまばらに散らした方が綺麗になりますので、この辺も覚えておいてください。続いて3選目、玄関ポーチのサイズです。これもまあ見ていただけたら分かるんですけど、これもね、うちの事例なんですけど、こんな形でですね、玄関ポーチのサイズを広く取ってあげることによって、まさにこの写真が分かりやすい例なんですけど、すごく機能面で言うと使いやすい形にできます。まさにこの通りで、これだけ大きい玄関ってあまり標準的ではないんですね。でもできる限り広くした現場なんですけど、こういった形で三輪車だったりとか、まあ、ベビーカーでもそうなんですけど、置いておけるスペースを作ることができるんですね。通常のって扉のちょっと大きいぐらいじゃないですか。
皆さんイメージしてもらうと、このタイルで言うと3枚分ぐらいなんですよ、イメージ。でもこんだけあると、こういった形で三輪車だったりベビーカー置いとけますし、なんなら買い物帰りですね、ちょっとした荷物タイルの上に置いたりもできますし、広々としてた方が、そもそも使い勝手がいいっていうと話ですね。これ600画のタイル使ってますので、目安なんですけど、3メーターちょっとの幅あります。で、奥行きも1800とか、それぐらいでこれぐらいの広さです。でも結構使いやすいと思いませんか？こういう形で使っていただけたら、すごく機能面としては僕はいいかなと思います。さっきとお話ですね、もう被るんですけど、プロとちょっと凹ませてますので、こういう演出もできますので、なのでね、玄関ポーチすべて外交で作るっていうのは選択肢として、ね、持ってない方が多いので、一応できますので、一応覚えておいてください。この辺はね、ハウスメーカーさんと相談しないと、勝手に作られるケースもありますし、わかんないんでね、僕はっていう考えではあくまでありますので、もし今、ご相談の外交屋さんがね、あまりこういうの得意じゃなかったりすると、そもそも依頼しても思ったのと違ったっていうのになっちゃうので、事前に外交屋さんだったりとか、ハウスメーカーさんと相談した上で、決めた方がいいのかなと思います。この現場で言うと、こういった形でも、玄関ポーチといえどアプローチも一体化しているような形で、全部統一したタイルを使用して、ランダムな形で貼って、アプローチを作ってます。っていう流れですね。これも同じですね。フロートタイルを凹ませて、関節照明が実は全部入っているんですけど、まあ、こういった演出にしてます。で、続いてね、このままお話進めちゃいます。続いて第4戦目が、タイルの種類を選びましょうということです。まあ、こちら見ていただけたらわかるんですけど、ちょっとね、さっきと同じ写真をちょっと応用させてもらうんですけど、通常ですと300画っていうサイズになります。通常という概念がね、そもそもあれなんですけど、昔ながらっていうか、まあ、今までは300画普通でした。これがね、今見てもらったこの600画っていう倍のサイズが入ってます。で、ちょっと大判を使用することによって広くも感じますし、見た目がちょっと重厚感出せるということで、600画とか300、600って言って、幅が600で縦型が300っていう長方形型のタイルが主流になってます。ハイコストのメーカーさん、いわゆるハウスメーカーだったんですけど、パナソニックホームズさんだったり、積水ハウスさんとかだったりすると、ほぼ標準なのかわかんないですけど、大体のお客さんがこういった300、600のタイル多いですね。これは600画はうちが外交で選定したものなんですけど、ハイ志向、高級志向のところは300、600が多いです、イメージとして。まだローコストのハウスメーカーさんと300画が主流な感じはしますので、このあたりももし選べるのであれば、タイルの形とか、サイズ、色、種類とかね、しっかり選んでもらった方がいいのかなと思います。ローコストの安いところですと、イメージとしては標準で300画で安いやつが入ってるんですね。大体が、リナックス、リクシルさんのグレースランドとか、まあ、このあたりが結構コスパがいいタイルなんで、標準でこれしかダメです。これ以外選ぶと、オプションで結構費用追加されますとかね、そういったお話が出たりはするかもしれないんですけど、ここはね、もしデザイン性を取ったりするのであれば、こういったね、他の種類のタイルもありますので、このあたりも一応選択肢として覚えていただければ、こういった外交は作れますので、覚えておいてください。続いて5戦目、植栽のコーディネートです。こちらですね、ちょっとわかりやすく、最新の感じというか、よく皆さんのニーズにもお答えした形の現場を厳選しました。こんな形ですね。これもね、フロート階段って凹み階段入っていて、見てほしいのが、植栽のコーディネートですね。とはいえ皆さん今って、なるべく植栽を少なくとか、メンテナンスかけたくないっていう方多いじゃないですか。まさに、それをね、取り入れつつ、おしゃれにしたというか、演出してる現場になります。どういうことかというと、植栽をめちゃくちゃたくさん入れるわけじゃなく、こういった形で、ちょっと中国ぐらいの木と、一番お話をしたのは、この門中下の下草ですね。こういった形で、ちょっとでもあった方が、やっぱり彩りとしては綺麗。何もないのをちょっとイメージしてください。あっても、多分そんなに目引かないんですけど、あるとないと結構変わりますっていう話で、ちょっとイメージですよ、皆さん。この下草がないのを想像すると、なんかよくある無機質な感じに見えませんか？でもやっぱり、この、ね、足元でもいいので、ちょっとした植栽があると彩りが見えて綺麗かなと思うはず。なおかつ、こういった中国シンボルツリーみたいなのがあっても、やっぱり映えますよね。特にこの家に関しては塗り壁も白とか外壁の形も割とシンプルめなので、より緑があった方が映えますよね。こういった形で香木も隣にあって、これイロハモミジっていうイメージが奪ってるんですけど、こういった形で、なおかつライトアップするとかもあるんですね。まあ、植栽コーディネートの良さとしてやっぱりスポットライトとか照明を駆使すると影が外壁に映すという話をよくすると思うんですけど、まあ、こういったこともできますし、シンプルに綺麗ですよね。固定先の話一旦置いといて、ライトアップがあるとないと綺麗さが違いますよね。なので難しい話を置いといて、ライトアップすると綺麗なので防犯にも役立ちますので、こういった形でねライトアップ取り入れていただけたら方がいいかなと僕は思います。やはりいつもお話するように配線を通す工事になりますので、後々なかなか通してないんですよ。この門中の下にあるんですけど、他のところに増やそうと思うと配線はもう通せないので、そういったことを加味するとやっぱり新築の段階でねライトアップの照明計画っていうのはすごく大事になってきますので、この辺りもね覚えておいてください。続いて第6戦目、玄関ドアの選び方。こちらですね、ちょっとさっきの同じ現場の話になっちゃうんですけど、見てください。すごく今回のテーマが合うので何回も出してもらってるんですけど、玄関ドアの色ですね。やっぱり皆さん玄関といえば玄関ドア連想しませんか？まさにそうで、色の選び方とかめちゃくちゃ迷うと思うんですよ皆さん。
これを逆算するのは難しいとは思うので、まあ、ゲームプランとか決めてもらった後、外交で合わせればいいんですけど、迷った場合の話ですよ。シンプルに黒とかそういった色でもいいんですけど、木目調のゲームプランだと結構多いっていうか、大体の方はそういう選び方をしてます。なので、これすごくわかりやすい例で、やはり色合いっていうのを合わせた方が綺麗ですよっていうところですね。なので、玄関もこういった木目調を選ぶのであれば、カーポート AC の軒点ですね、近い色を選ぶ。全く一緒の色を選べるのであれば、それはいいんですけど、なかなか合わせづらかったりとか、選択肢としてなかったりもするんですよ。例えば、リクシルとカーポートのリクシルにしたとて、細かいこと言うと、やっぱエクステリア部門と内装部門ちょっと違ったりするね。色のバリエーション、木目が全く同じものもあれば、ないものも多いんですよ。そうなった時に、やっぱりちょっと違う意味は出るんですけど、こういった形で、なるべく似た色を選出してもらうことによって、統一感でも出せますので、もし玄関選びで迷ってる方がいれば、こういった色味とかもある程度意識してあげることによって、なんとなく全体の統一感を出したりもします。今回カーポートの SC の裏側で分かりやすかったので出したんですけど、全然これだけじゃなくて、ノンピの色とかでもいいですし、なんでもいいので、フェンスでも色味を合わせると統一感を出せますよっていう、すごくね、当たり前かもしれないですけど、こういうところが大事だったりしますので、覚えておいてください。続いて7戦目、門柱です。これね、いつもお話しする話なので、とはいえね、もう大体こんだけ話してくると、僕がお話し当然今してる話なので、全部今までの話をちょっと取り入れてる話にはなってくるんですけど、見てもらってもいいですかね。やっぱり門柱っていうのはすごく玄関において大事な要素となります。ちょっと玄関ドアから離れている部分ではあるんですけど、こういった形で門柱が大きくあることによって、玄関アプローチだったりとか、全面見たとしてもすごく豪華な家に見えますので、門柱というのは大事なのかなと。さっきの話とちょっと繋がりますね、これも。なので、大きい門柱があるんですけど、足元ですね、こういったグリーシがあって、ちゃんと下草、植物入れてますね。やはりこういった植物の入れ方っていうのも大事になってきますよ、というところです。何もないのをちょっとイメージしてみてください。ちょっと味気ないというか、質素な感じになりますね。で、これが、やっぱよくある雰囲気になるんですよ。よくある雰囲気というか、よく街中であるものを、そのまま落とし込むと割とないんですよ、これ下草っていうのが。なんかよく見えるなっていう風にちょっと思った方いると思うんですけど、なんかよく見えるには理由があって、めちゃめちゃ主張が激しいわけじゃないんですけど、こう石とか植物ですね、色味とかもそうなんですけど、があるとないとでやっぱり良さっていうのは変わってきますね。直感だと思うんですけど、感覚的な話で、なんかいいなと思うのと思わないんで、他のね、門柱のデザインとかと比べてもらったら分かると思うんですけど、他のこの植物がないとなんかありきたりというか、今になっちゃえばよくある仕様に見えちゃうんですよね。なんか違ったように見えるっていうのは、別に僕だからとか、血だからとかじゃなくて、こういったね、細かいところの使い方も大事なのかなと思いますので、この辺りは誰でも参考にできるはずなので、まあ一回取り入れてみていただいたらいかがかなと思います。もうすごい簡単ですよね。誰でもできると思うんで、もしね、植物抵抗がある方でもこういう風に低木したとか大きい石とかは誰でもいけるはずだし、メンテナンスかかんないんで値段も安いですし、この辺りは大事なポイントだと思いますので、ぜひ入れてみてください。続いて8戦目、宅配ボックスです。皆さん宅配ボックスはやっぱり好きですよね。僕がよく入れないとかいらないっていうんで、アンチ宅配ボックスって思われてるんですけど、やっぱ宅配ボックスを求めるお客さんがめちゃくちゃいます。7割8割ぐらい入れてる裸もいますね。やっぱりあると便利で受け取れますので、ただいつも注意するんですけど、ちゃんとね、大きめを選んでくださいっていう話をしてます。これはね、ユニソンのリコっていう宅配ボックスで売ってますんで、上側ですね、このカーソルで上側がポストになって、下が宅配ボックスになってます。サイズ感としてはやっぱ大きめなので、2リットルのペットボトル6本分の段ボールが普通に入るぐらいのサイズ感になってます。なぜビコを押すかというと、ここの話なんですけど、やっぱポストと宅配ボックスが一体化してるんでスリムっていうか自然ですよね。パナソニックのコンボとかって宅配ボックスとしてすごい優秀だと思うんですけど、宅配ボックスだけなんですよね。ポストが一緒じゃないんで、ってなるとポストと宅配ボックスがやっぱ2個つけることになるので、ちょっと鬱陶しいというか一体感がなくなるんで、このセットものが一番いいんですね。去年まではユニソンのこのビコ一択だったんですけど、今年からやっぱり増えてきて、リクシルもこの一体型、まあ、こんなような見た目ですね、が発売したので、リクシルでもいいと思いますし、リコってアナログの鍵式なんですけど、今年からね、これでやらないとっていうやつが出て、それはダイヤル上の見た目こんな感じですっていうやつも発売されたので、この辺りでもいいのかなと思います。2024年からですね、発売してますので、チョイスしてもらえれば、もっと使いやすくなってます。やっぱり例年、去年まではこのビコしかなかったのかなと思うんで、ずっとこれだったんですけど、今年からバリエーションが増えて、いろんな選択肢も増えてますんで、ダイヤル上式だったり。さっき言った。リクシルさん、木目調が豊富なんでね。ユニソンさんだとね、今6色とかだったかな。いや、で、プラス2個出たから8色になったのかな。だと思うんですけど、リクシルはもっとカラーバリエーションですね。木目とかも強いんで、もしね、木目に特化したのはリクシルさんとか。ユニソンのダイヤル調が気になる方がいれば、コレディアライト選んでもらうとかね、そのあたりチョイスしてもらえばいいのかなと思います。なので、高いボックス、アルトナイトは便利さも違ったりしますので、こういった使い方であれば、投函忘れるとかもないと思う。変なとこ裏に隠したりでもいいんですけど、あまり隠しすぎると入れられなかったりしますので、こういった形のもし門柱の埋め込みであれば、この辺りの商品使ってみてください。
ください。9戦目ポストの使用、まあ、こちら見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、これはね、あの商品としては高所のエバートボードっていうのを採用してポスト入れてます。これリクシルの口金ポストなんですけど、エクスポストってやつ入れてます。まあ、こんな感じで前入れ前出しのポスト、前入れ後ろ出しのポストっていうものがあります。前入れ前出しって何かというと、前から入れて前から出す、で前後ろ出しって何かというと、前から投下して後ろから出すっていう仕様になっています。この口金ポストっていうのは、まあ難しいことを言っていたマンションとかそんな感じですね。登録式が絶対前入れ後ろ出しになってるんで、そんなイメージをしてもらえれば大丈夫です。これね、間違いないと思うんですけど、一応ね覚えておいてください。知らないと結構後悔するかなと思いますので、ちょっと初歩的な話ですけど、クローズエコとかだとやっぱ前入れ後ろ出してないと、前から投下してもらって後ろから出すか出してるのか、門扉を開けて出入りしなくてもいいので、この辺り家に近い形で受け取りができるはずなので、この辺りですね覚えておいてください。一応ね、いろんな種類があって、前入れ前出し前入れ後ろ出してややこしいし、頭から漏れがちだと思うんですよ。やっぱ駐車場カーポートどうしよう、お金削減どうしようとか、いろいろ頭があって、でそこの細かいところにちょっと目がいかないかもしれないので、一応ね玄関の作り方ということで、玄関の近い位置とかを考えると、やっぱり前入れ後ろ出しの方が取りやすかったりはします。ただ考え方として、駐車場から近いのは前入れ前出しの方が近いケースが多いので、レイアウト配置によって変わりますけど、であればちょっと前入れ前出しを選択するとか自由なんですけど、一応ね選択肢としてこの前入れ後ろ出しと前入れ前出しがあるというのを覚えておいてください。続いて10戦目玄関の目隠しです。こんな感じですね。まさに玄関をやっぱ目隠ししたいという方多いです。というかもうここまで来るとほんとさっきの話に似てきてるんですけど、やっぱりシンボルツリーとか植栽とか入れてコーディネートっていうのと、これ玄関ドアと色味を合わせる目隠しのフェンスですね。ちょっと似てる近いを入れるっていうと、あと玄関の目隠し、やっぱり扉開けた時に中が丸見えになるのがすごく抵抗がある方が多いですね。やっぱりそういった場合ですね、自然に目隠しをすることが大事なのかなと思います。目隠しをスポンと置いてもいいんですけど、やっぱかっこ悪かったりちょっと違和感あったりするんで、こういった形で門柱を目隠しにするとすごくね自然な形で抑えることができますので、おすすめだったりします。なので玄関の扉開けてもらって、こういった門柱の目隠しができていると、まあ、それだけでね隠せますし、さりげない形で隠せますので、機能面で見るときにすごく使い勝手がいいのかなと思います。なので目隠し感が少ないというか、さりげない目隠しができるかといって、高さとかをしっかり間違えなければしっかり目隠しができるので、ちゃんとねこの玄関の目隠しをするときの注意点として、やっぱり階段が上がってるはずなんですよ。1段2段3段これも上がってますよね。となったときに自分も3段も上がるので、目隠しの高さを考えた上で門柱の高さを設定しないと、普通のね高さ1600、1700にしちゃうと意外と目隠しできてないっていうケースがよくあるので、ちゃんとね目隠ししたい場合であれば、門柱の高さ設計も間違わない方が絶対にいいです。なのでここも逆算した上で高さを選ぶようにして、門柱の目隠しになるように考えた上で作ってみてください。これがねさっきの話した通りなんですけど、前入れ後ろ出したのか、前入れ前出したのか考えた方がいいと思います。あと植栽の配置、玄関ですね、さっきの木目調の色を合わせるとかね、やっぱり僕が考えてる現場なので、そもそも自然と収まってる話なので、こういった形で入ってますね。まあ、ということでね、ちょっと今回ご紹介させていただきました。はい、ということでね、今日はね、実例ベースでお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。実例ベースですごくわかりやすいように心がけてお話をさせてもらったんですけど、どうでしたか。今日の話を聞いてすごく参考になったとか、良かったとかね、こんな感じで次もやってほしいとかね、なんかご意見ならコメント欄の方で教えてください。見させてもらってますので、回答させていただきたいと思いますし、質問ね、返させてもらいます。また、定期的にね、ライブ配信もやってますので、直接コメントだとわかりづらいとか、聞きたいことがあればライブ配信に来てもらえれば、質問を回答させてもらってます。ぜひ遊びに来てください。他にも、概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華5大特典をプレゼントしています。まず1つ目はオリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。2つ目は基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は特選商品特集、4つ目外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント、他にも動画でお話しできないような内容もこっそり公式 LINE ではお話ししてますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。またこのチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。